5番でございます。仙台撮り鉄でございます。東日本大震災から10年が経ちました。このチャンネルも10年目になります。当チャンネルは東北を走る鉄道の魅力を発信することを目的に設立いたしました。この列車に乗って東北に行ってみたい、旅をしてみたい、この風景を撮影してみたい、そう一瞬でも思っていただけたら私は幸せでございます。これからも当チャンネルは東北の魅力を発信し続けます。さて、いよいよ明日実施される2021年春のダイヤ改正、185系から257系に置き換わったり、特急湘南がデビューしたり、東北新幹線の所要時間の短縮がされます。しかし東北新幹線は先日発生した福島県沖地震により所要時間が30分から1時間ほど延びる臨時ダイヤで運転しています。ダイヤ改正とはまた別に3月13日所要時間が30分ほど延びる臨時ダイヤに置き換わります。つまり現行の臨時ダイヤと比べて30分ほど短縮されます。さて、今日は現行臨時ダイヤ最終日ということで、この臨時ダイヤを観察していきましょう。現行の通常ダイヤの場合、仙台から東京の間は、はやぶさ号だと約1時間30分、やまびこ号だと約2時間かかります。つまり、2021年3月12日まで実施される臨時ダイヤの場合、はやぶさ号だと約2時間15分、やまびこ号だと約2時間45分かかることになります。ここまで遅くなる理由は、一ノ関と那須塩原の間で減速運転を行っているため、通常、最高速度が時速320キロである、この区間、臨時ダイヤでは、ところにより、時速120キロ程度まで減速します。もはや、在来線特急並みにまで減速する、この列車たちですが、終電付近の時間帯を除いて、本数はほとんど変わっていないどころか、時間帯によっては増えているのです。例えば、仙台駅を出発する、旧時代上り列車の場合、通常ダイヤでは、やまびこ号が3本、はやぶさ号が2本、合計5本です。臨時ダイヤではやまびこ号が3本、はやぶさ号が3本、合計6本です。時間帯では増えているとはいえ、1日全体で見ると8割に削減されていますが、昼間の時間帯の本数は通常ダイヤと変わらず運転されています。列車の速度が遅いけど本数は変わらないとどうなるのか、つまり駅間で列車の大渋滞が起きます。それではその渋滞の模様、減速されている東北新幹線を観察してみましょう。撮影場所は仙台白石蔵王間。この区間は地震によるダメージも大きく、全列車が減速を強いられます。それでは1時間ほど眺めてみましょう。現在時刻10時28分、
白石蔵王を10時27分に出発するやまびこ123号仙台行きが、白石蔵王を出発しましたと。で、ここで一つ面白いものを見つけました。駅と駅の間、だいたい多くても、列車は3本しか入らないんですけれども、今10時28分現在の福島と郡山の間の状況を見てみると、駅と駅の間隔が、短いにもかかわらず、やまびこ130号とやまびこ128号と翼128号とはやぶさ10号と小町10号とはやぶさ106号が、あると。やまびこと翼は連結されていて、はやぶさと小町は連結されているので、まあ実質4本、列車単体で見ると5、6本、6本列車が、同じ方向に向かっているというですね、とても珍しい。お、逆方向から避難かきましたね。なんだと、これは予想外だった。ただいま通過した列車はやまびこ123号仙台駅です。仙台には10時55分に着きます。白石蔵王を10時27分に出発していましたので約30分かかっています。かなり遅いペースです。さて、ただいま通過したやまびこ205号とその前を走るやまびこ123号、実は白石蔵王と仙台の間で所要時間に大きな差が生まれています。やまびこ123号は白石蔵王を10時27分に出発、仙台には10時55分到着である。所要時間は28分。対してやまびこ205号は白石蔵王を10時36分に出発、仙台には11時ちょうど到着である。所要時間は24分。同じ列車種別であり停車駅も同じで、なぜ4分もの差が生まれてしまうのでしょうか。やまびこ123号は白石蔵王駅で後ろから追いかけてきたはやぶさ7号の通過待ちを行います。当然列車速度は時速120キロ程度での通過であるため、やまびこ123号とはやぶさ7号の距離差はそこまで広がりません。はやぶさ7号が仙台到着のための減速が開始されると、当然車間距離が短くなるため、やまびこ123号もつられて減速を行います。つまり車間距離確保のため、やまびこ123号は後ろを走るやまびこ205号よりも所要時間が長くなっています。